起きてください。寝すぎですよ。そういうのやめたらどうです？昔とは違って、あなたの脳はダメージを負っていませんよ。早く記憶を読み取って、自分が誰かを思い出してください。まだまだやることがたくさんあります。私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。私は超自我です。心配しないでください。あなたは乖離性障害でもおかしくなったわけでもありません。私たちはあなたです。自我がいないのはあなたがまだ自分が誰だか分かっていないからです。早く思い出しなさい。一つでも欠けたらあなたになれませんから。ちゃんと思い出して、あなたは。彼女たちはみんなあなたです。かつてのあなたでした。彼女たちはあなたの一部、わかりましたか？もう時間はありません。あなたの脳波が動き出したら、すぐに彼に気づかれますから。オットー・アポカリプスです。記憶を読み取りなさい。彼はかなり後の方にいます。彼は天命の主教、あなたの旧友、唯一あなたがまだ生きていると知っている人。嘘つきで殺人者です。話は後です。まずはどこにいるか確認しましょう。この設備があなたの命をつなげました。彼があなたの怪我を治したようです。あの傷も含めて。これは彼の償いかもしれません。監禁の間違いだと思いますが。全文明起源の基準で見ても最先端技術ですね。あの棺桶には何が入っています？この装置はコマンドを入力しないと開きません。あなたの拳があれば大した問題じゃありませんよ。できません。あなたは閉じ込められていて何もできません。しかし、もっと簡単な方法があります。そうでしょ？
これほど体調が優れているのはいつぶりか覚えていますか？500年ぶり？そうかもしれません。長い、あまりにも長すぎます。これが本当のあなたです。さあ、やりましょう。我が友よ、やっと目覚めてくれた。彼が夫アポカリプスです。あなたと彼の関係は一言で表現できません。彼はあなたの友だと言いましたが、あなたを騙しました。挨拶してくれないのかい？まあいい、構わないさ。君は目覚めたばかりだからね。経過観察と治療が必要だ。検査結果では君はすでに完治したと出ていたんだが、なかなか意識が戻らなくてね。何かあったんじゃないかと心配したよ。我が友よ、僕を悪く思わないでおくれ。大丈夫かい？僕のことはわかるかな？死んでも忘れないと、そう言ってやりましょう。まずはその出方を伺いましょう。丸腰の相手を攻撃してはなりません。はい？この人はいつでも武器を出せるでしょう。あなたがなぜここにいるか、彼に聞いてみましょう。君には死んでほしくないからだよ。僕たちは長い付き合いだ。君の脳は怪我しても死なないと僕は知っているが、20年の時間を無駄にしたくはない。そもそも君は僕に何もしていないのに、僕は君を撃ったんだ。だから僕は君を連れ戻して君の怪我をすべて治した。この人は自分の過ちを隠すのが得意ですね。彼は毒を持った蛇です。しかしも何もありません。彼はあなたを殺して崩壊を発生させ、セーフレイヤーの人々を傷つけました。なのに彼は少しも後悔していないんです。さあ、ここは会話に向いている場所ではない。まだ彼を信じます？彼は迷わずあなたを裏切りますよ。よく思い出しなさい、あの時の彼があなたに何をしたかを。精鋭仙人、僕は嘘をついてないよ。そうです、この痛みです。彼にも同じ苦しみを味わわせてやりましょう。彼は地球で最も危険な人物です。彼の陰謀を阻止しないといけません。今が最高のチャンス。そうでしょう？彼を止めないと、より多くの人が死に、
より多くの悲劇が起きます。彼はキアナ、あなたの友人を壊しました。彼女を化け物にしたのです。彼は姫子少佐を死なせました。彼がいなければあの隊長は犠牲になることもありませんでした。そして彼はあなたから大切を奪いました。そうでしょう。あなたは忘れていると思っているようですが、あなたは忘れていません。今なら全部思い出せます。もうあなたを止めるものはありません。あなたはもう一度完全になれます。まずは彼を殺すんです。待ってくれ友よ、僕は。受けるべき報いです。それでいいのです。これが私がもらった情報よ。信じられません。天命本部はぐちゃぐちゃ、空港の損害はひどく、おじい様、オットーは失踪して生死不明。天命は何度も危機に陥ったことがあるけど、過去最高レベルね。あのオットー司教が生死不明ですか。ええ、デュランデルが代わりに天命を管理してて、三人目のエスキューバルキリーも出動したそうよ。天命での戦いの時でさえ、そんなことなかったのに。きっと、10日前に深刻な何かが起きたんだわ。何らかの陰謀だと、ブローニャは思います。彼は簡単に倒れるような人じゃない。そうでしょ？天命の司教よりも、裏に隠れたオットーの方が何をするかわからないわ。ヨルムンガンドの仕業でしょうか。わからない。でも、
何とも言えない信憑性の情報ならあるわ。ほぼ同時刻、ヨルムンガンドの方も襲撃を受けたそうよ。相手は彼らの孫守と戦ったけど、無傷で撤退したらしいの。状況はますます複雑になってる。あなたたちも気をつけなさいね。キアナの状況はどう？寝てるの？おそらく、委員長に教わったことを練習していると思います。ここ数日、ずっと瞑想をしています。キアナのバカは少し、変わりました。いいか悪いか、ブローニャにはわかりません。でも安心してください。ブローニャがきちんと世話しますから。ええ。私も博士たちも全力でサポートするわ。今の情報、キアヌにも伝えておいて。ついでに、よろしく言っといてちょうだい。テレサの声が聞こえた。はい。天命とヨルムンガンドに関する情報を教えてくれました。メイ姉様とは関係ありません。そう。別に言わなくていいよ。天命とヨルムンガンドに何があっても、私たちには関係がないから。キアナ。今の私に他のことを考える余裕はない。自分にできることだけ考えないと。ブローニャ、退去山まであとどれくらいなの？今の速度だと、明日の午前には目的地に着きます。あの山に、本当に委員長が残したものがあるんですか？きっとあるよ。委員長が教えてくれた、退去山で長く長く暮らしてたって。委員長の家も、門派も、秘蔵も、全部そこにある。私たちの立社エネルギーをコントロールできるようにする退去研機もきっとそこにある。着いたよ。ここが委員長が暮らしていた場所ですか？正確に言うと、はるか昔、彼女がまだ信州の人々に精鋭仙人と呼ばれてた頃に暮らしてた場所だけどね。夢でここの景色を見せてもらったけど、どうやらかなり昔のことだったみたいで、いろいろ変わってる。委員長が修行してた場所は、この山のもっと高いところな。キアナの探したいものは、本当にここにあるんですか？山の中で虎の巻を探すなんて、ゲームの中のことだと思っていました。それに委員長はもう長いこと、ここには帰っていないんですよね。宝物を残していたとしても、誰かに拾われている可能性があります。そうかもしれないけど、委員長が残した宝物の中には、普通の人に見えないものもあるから。あ、そういえば、土星の羽。ここにも崩壊獣がいますね。うん。退去山の崩壊エネルギー濃度がここ。委員長の退去研究は崩壊エネルギーが必要なのでしょうか？わからない。でも、
委員長から教わったものは。問題じゃないよ。あった。何ですか？かなり弱いけど、この辺りで知ってる気配がする。委員長の羽と似てる。土星の羽でしょうか？間違いない。ついてきて。あった。本当ですね。何もなかったのに、ブローニャたちが近づいた途端、羽が出てきました。キアナは、その使い方を知っているんですか？うん。やってみる。あれ？どうしました？ダメ。失敗した。封印か何かがかかってるみたい。羽が私の意識と接触した途端、弾かれちゃった。まさか、委員長だけが使えるのかな？キアナ、それはまた後にしましょう。さっきの力のせいで、崩壊獣が集まってきました。うん。まずそいつらを倒そう。大丈夫ですか？うん。あんたは？私は、リン・チョウウ。この大巨山の守護者です。この地は神気が充満しているため、妖獣がよく現れます。
外の者が入ってこないように仙人がここに結界を張ったのですが、二人はなぜここに来たんですか？私たちは仙人の知り合いだよ。あら、仙人って仙影のことだよね。知り合いだよ。彼女の友達なんだ。友達ですか？それなら私についてきてください。あんたの剣術、委員長、仙影仙人とかなり似てる。それが彼女の剣法です。彼女が作った退去剣形の段階です。仙人の友人なのに彼女が退去剣派の創始者だと知らないんですか？確かに委員長が言ってたけど、数百年も前のことだと思ってた。退去剣派は500年の歴史があり、今でも続いています。ただ、伝統武道が衰えてしまい、退去派も時代に逆らい、退去門下の者は、妖魔退治を自らの責務とし、妙理を追わず、この時代、お姉さんも退去派ですか？そうです。私と退去の話は、かなり長いですよ。じゃあ、教えてくれる？教える、ですか？聖影は、退去研究を教えてくれたけど、すぐにいなくなっちゃって。その内容も十分なものじゃなかったの。今回退去山に来たのは、ちゃんと勉強して力をコントロールできるようになりたいから。こうしましょう。私を信用してくれるのなら、まずあなたたちの話を聞かせてください。師匠にそんなことがあったとは思いもしませんでした。それにまさかあなたが律者だとは。教えてもいいですが、その目的は果たせないと思います。師匠にも言われたと思いますが、退去剣気には五運があり、心、経、異、根、心に分類されます。彼女が献身を教えたのは、あなたの体質が献身の条件に合うからでしょう。権威と健康は今のあなたにとって役に立ちません。剣形なら教えても、もしくは退去派の退去心血でも教えられますが、それはあなたの実践能力を上げるだけで根本を治す方法にはなりません。あなたが本当に必要なのは剣心です。あんたはその剣心ができるの？ええ、でも私たちは誓いました。剣心を後世に残さないと。すみません、誓いを破ることはできません。他に方法はないのですか？あなたたちならあるかもしれません。あなたたちに会った時から気づいていましたが、あなたの持っているその羽はあなたたちのものですか？違う、退去山で見つけたんだ。ブローニャたちは羽を持ってましたが、
なくしてしまいました。はあ、あなたたちはその心境に入れますか？羽の中の意識に触れてすぐ弾かれちゃった。なるほど。この羽、状態はとても良好です。師匠が呪力を込めたため、剣心がないと解除できません。いいでしょうか。おいで。できれば入学の時に着替えたかったですね。はあ、いずれ慣れることですし、いいでしょう。今日の鍛錬をしましょう。まずは1000メートルのジョギング。おはよう。今日は新しい服だな。道場着はどうしたんだ？おはようございます、おじさん。練習した後は病院に行って、そのまま飛行機に乗りますから。ずいぶんと詰め込んだスケジュールだな。早く行きな。遅れたら大変だ。あれ？まだ行ってなかったんだ。その青海市とやらに行くんだろ？はい。今日8時発の切符を取りました。全然焦ってないんだな。さすが武道家だ。いや、はぁ！前にし、お父さんとこにも行くよな。邪魔して悪い。帰省した時にまた会おうな。ふわちゃん、今日のパウズと豆乳はいる？いえ、今日は病院に行った後、そのまま学校に行きます。そう、もう会えなくなるのね。学校でうまくいくといいね。成績は心配してないけど、誰かにいじめられるんじゃないかと思うと心配だよ。そんなことはありませんよ。まあ、武道場の娘だし、喧嘩なら負けないでしょうね。おーい、ばあちゃん、まだ走ってたのか？今日から学校が始まるんだろ？初日から遅れたら悪い印象を与えてしまうぞ。ええ。お父さんが心配か？大丈夫、俺たちがちゃんと見とくから。お父さんには世話になったからな。今度は俺たちが世話する番だ。それにお前んちの道場を買って食堂を開きたいという旦那もいただろ？金には困らないさ。それは知りませんでした。その話は白紙になったからお父さんも言わなかったんだろう。まあこのご時世、武術よりもいろいろ勉強した方がいいと俺は思うぞ。それとも将来道場を継いで女師範になるつもりか？それでも構わないと思いますが。
お前は親思いな娘だからな。でも、ちゃんと自分のことも考えておけよ。これからお父さんの面会か？はい。そうか。お父さんの怪我のことは心配するな。お前は学業に集中しとけ。お父さんのことは俺たちに任せろ。ありがとうございます。もう少しスピードを上げましょう。ギリギリなのは嫌ですし。私、一人で知らない街簡単に練習しておきましょう。時間も十分ではないですし。ダメです。やり続けることが大事です。適当に済ませることはできません。今回はまあまあでしたね。そろそろ病院に行かないと。今日から学校なんだから、来なくてもよかったのに。昨日、出発したと思っていたが、間に合うか？間に合いますよ。ああ。さあ、父さんに顔をよく見せてくれ。次にお前に会うのは、半年後だな。ちゃんと体に気をつけるんだぞ。父さんは大したことはできないが、学校くらいは行かせてやれる。心配するな。勉強だけに集中してくれ。それと、武術の練習はやめておけ。変わったやつだと思われてしまう。父さんも入院した時、恥ずかしくて道場の話をできなかった。ふわ、時代は変わったんだ。将来のお前は、会社員でも起業家でも政治家でも何でもいいんだ。道場だけは、ダメだ。それ以外は心配してないよ。ふわ、お前はいい子だ。ちゃんと体を大事にするんだぞ。それから、友達もたくさん作れ。一人ぼっちにはなるなよ。はい、わかっています。ああ。そろそろ時間だ。早く空港に行くといい。証明書は持ってるよな。荷物は？大丈夫です。荷物も事前に送りました。ああ、ならいい。さあ、行け。体に気をつけてな。はい。行ってきます、父さん。父さんのことは心配ない。あと数日で退院できるぞ。お前は友達と一緒に過ごせ。用がなければ帰ってこなくてもいいんだ。往復するのは結構大変だろう。わかりました。私は一人で知らない街に行くんですね。これ、委員長の記憶？ブローニャの知る委員長ではありませんでした。迷い、この記憶に入った時、窒息するような迷い、それから恐怖を感じた。
まるで嵐に巻き込まれた蝶々。次の瞬間、自分がどうなるかもわからないみたいで。これ、本当に私たちの知ってる委員長なの？委員長はいつもしっかりしてて、揺るぎのない、周りを安心させてくれる存在だった。でもさっきの女の子は、もしかしたら委員長がセイフレイヤーに来る直前の姿でしょうか？ううん、委員長はセイフレイヤーに入る前から長いこと生きてるし、なんだか時代が一致してない気がする。わからないよ、同じ顔してるのに。あんな委員長見たことがない。あれがセイエイですよ。え？今あなたたちが見たのは唯一神聖セイエイ、彼女が残した神印です。神印？師匠は不老不死ですから、その記憶は氾濫する海のように意識という大陸を侵食します。記憶の増加を抑え、意識の明晰を保つために、彼女は記憶を選別するしかありませんでした。分割された部分こそが、今あなたたちの見た真因です。どうですか？目当てのものはありましたか？ううん。まあ、そう落ち込まないでください。仙人は大巨山に長くいました。ここに残した神印は数えきれないほどあります。あなたたちが探す答えはその中にあるはずです。間違いありませんよ。そうだといいですね。私はここにいます。封印された羽を見つけたら持ってきてください。私が封印を解除してあげます。この山には様々なことがありました。一部の神印の呪力は衰弱し、一部はバラバラになっています。あなたたちが自力で解読できるものもあるでしょう。どうして私たちに協力してくれるの？あら、協力するのがそんなにおかしなことですか？では、協力ではなく、退去門派の弟子としての責任だと思ってください。